ロザミア死者区は、イギリスの死者区位、連合王国貴族者区位、新聞事業者で、元航空長官の初代ロザミア男爵、ハロルド・ハームズワースが1919 19年に、上されたのに始まる。初代ロザミア死者区、ハロルド・ハームズワース・アソシエーテッド・ニュースペーパーズ創設者初代、ノースクリフ死者区、アルフレッド・ハームズワースの弟で、 兄の事業を継いだハロルド・ハームズワースは、1910年7月14日に、カウンティ・オブ・ノーフォークにおけるホージーのハームズワース、順断爵に除され、ついで1914年1月17日に、連合王国貴族爵位、カウンティ・オブ・ケントにおけるヘムステッドのロザミア断爵に除された。第一次世界大戦中の1917年から1918年に、かけては、 航空長官を務め、1919年5月17日には、カウンティ・オブ・ケントのヘムズケットのロザミア子者区に上された。初代子者区の死後、その長男エズモンドが二代子者区を継承した。二代子者区の二人目の妻であったアンは離婚後に、小説家のイアン・フレミングと結婚している。二代子者区の死後、その長男ビアーが三代子者区を継承した。三代死者区の死後、 その長男、ハロルド・ジョナサンが四大子者を継承し、現在に至っている。歴代当主は、代々家業の新聞事業を継承し続けている。法定推定相続人は、第四大死者の長男リチャード・ジョナサン・ハロルド・ビアー、ハームズワース、1994。ありがとうございます。